はい、到着。さあ、お次はさくらニュータウン。やっと26。4分の1、100あるからね。さあ、ニュータウン、ひっそりとした階段、地面にある。さくらニュータウンなんでね、ワン、ツー、スリーでも回ったか。回ったからね、一番馴染み深い土地のはず。ひっそりとした階段。ま、地面にある丸いもの。マンホール？水辺の白い階段。天野家の近くのお庭。よろずマートの近くの壁。青くして四角いもの。落書き。で、小学校。大森山に続く道。大森山の登山道。大森山も結構あるな。夜に使う場所。多い。いろいろ売ってるお店。ああ、知ってずここかな。コンビニスタート。40まで。埋めてやる。まあ、コンビニスタートは基本。熊、感知。変な夢見んだよな。友達が出る夢でさ。夢の中の主役、大人になってたんだぜ。将来の自分ってのがあったんだよ。今の友達は大人になっても一緒に遊んでる気がするな。現実問題ね、小学生の頃の友達って割と疎遠になるよ、大人になると。だいたい高校か大学とかねに通った友達と仲良く、ね、今も一緒みたいなことが多い。さあ、とりあえず見つけよう。お、早い。隠れミッチーです。勝手に商品売らないでください。愛の日用雑貨に銅のこけし。公園にも一つぐらいありそうなんだけどね。お、何か、これはトレジャーボックス。あれ、ゴリ、ちょっと待って、何取っちゃったけど、何、どれ今取ったの、これ。え、いつも私のことを公園で見てる、気づいてる、ね、知らないと思った、君の居場所にや、え、この公園で見てるよね、これ。わかんないよ、公園しかない。公園って結構いろんな世界にあるからさ。ここでずっと見てた人がいるのか。へえ、あった。ナイスミッチー。ドマドマーン。まあまあ、これはわかるよね。ナイスミッチー。はい、ナイスミッチー。お清めミッチー。お、いたいた。さあ、これは何、登山道かい、それともミッチーゲット。これなんて神社の方だよね。縁の下の力ミッチー、力ミッチー、力モッチーとかけてるのか。看板の裏、行きはよいよい、帰りは怖い。私の愛の結晶です。でもまあまあスムーズに見つかったからよしと。川の流れを案じているおじさん、ほらった。まあ、ここは簡単だったね。愛の三つ股マークです。愛の三つ股マーク。ほら、階段2段しかないけど。2段しかねえじゃん。これを階段と言い張るか。ホワイトなミッチータイル。ほら、あったあった。まあまあ簡単だけど難しい、マンホールが多いから。私の愛の結晶です。まあこれは予想済みだから、楽って言ったら楽だった。ヨーグルト。ここ怪しいんだけどね。ニャーダいね。ニャーダいるよ。何があったんだ。ショップ。え、ニャーダショップ、そういうのもあるのか。見ていっとくれ。深い漢方、高っ。あ、レアカード、ジュニアのレアカード。オグトグモグのおもちゃ、ジャーボーの鉱石、不動明王ボーイの髪飾りって、クソたっけんだけど。
同月の砥石。何、特別なイベントが見れるの？ぶっちゃけ一番今強いの同月なんだよね。高いな。ただ10万円だと。にゃーだ、子供に売る値段じゃねえぞ。まあメインメンバーとしてはこの2人なんだよね。いくつにするんじゃ、いくつにするんじゃって。1個しか売ってねえじゃん。いや、もしかして見て、言っとくれ、個数制限なしか。いくつにするんじゃ。毎度ありじゃ、他に用はあるかの。また来るんじゃぞ、また来るんじゃ。この階段だと思ったんだけどな。ひっそりとした階段、上に行く。そしてここからつけれる。いや、このニャーダーショップ全く分かんなかったね。まあこれ見つかってよかったと思おうか。じゃあ諦めよう。コンビニだけ寄ろうかな。お金がなくなってしまった。コンビニの壁、近くの壁。いるね。え、道路のど真ん中。お、汚染でかすぎ。こっちも壁も近くの可能性あるしね。別にここだって十分近くだと言ったら近くだもんな。ダメ。総剣山行こう。総剣山。さて現在40。軽く一周回るのだけでももうまだ4割だよ。多いわー。軽く一周すらまだ終わらない。じゃあね、41から総剣山行きましょう。総剣山の入り口から。総剣山、これもメモってる方が絶対楽なんだけどね。果物の木、飛び降りられる場所。そんなどこでもあんだろう。小さな祠の近く、崖の上、冷たそうな場所。あら、もう雪の降る。割と総剣山は短めだね。4つだね。果物の木、よし、これか。一発。割と果物の木多い。割と多いぞ。しかも木なのか根元なのかその辺もわからないから一回に見つからないかも。あ、今ミッチーマークない。これ、ついてる。愛の三つ股マークです。まず一つ、アップルミッチー。経験値玉1個って、おい、マジっすか。
こことかも飛び降りるしかないでしょうがね。ちょっと一箇所、ここか、こういうとこ、こういうとこ、どうだ、あったー、まさかの下か、目立たねー。これヒントゼロだったら気づくわけねえね。あれ草がもしかして道マークなってる。崖の重複の道、崖の上のポニョ鳴らして、ほら草がミッチーマークになってる。そういうのもあるのか。こいつは無理だね、わからないね。よし、わからないならどんどん次に行こう。まだ半分も行ってないからね。小さな祠はあれだな、うん、崖の上、わからん。さあということで次過去だね。過去の村、過去の村は結構あるね。高城邸多いな。おい、ここ過去まで終わればやっと半分超えたって言っていいか。家から行った方が早い気もするね。大きな橋、分かりやすくていいな。看板、水を汲む場所、ちょっと高城邸から行こうか。さあ行きましょう。暗っ、電気つけろよ、家の中だろ。さて、額縁、おしゃれ装飾、頭をぶつけそうな場所、暖かい場所、ね、さて、お、妖怪枕返し、今ゆっ、あったー、キツネのところにある、キュービのキツネのところだ。その横カッパだね。よし、まあ、これ額縁だろう。隠れ道です。ヨーグルト、ここじゃない、ここ、ほら、どうよ、ほら、あったこれだろう。ミッチゲット、無常注意、これで飛んだら頭打つから多分ここだと思った。正解、ほら、ぐわー、これは分からねえってさ。一個だけ絨毯のマークがミッチマークになってる。私の愛の結晶です。カーペットミッチ、よし、これでコンプリートかな。ここはよいしょ、カーペットミッチ、高城邸ね、高城邸ね。あれ、おしゃれな装飾がまだ一個残ってた。おしゃれ装飾、うん、特におしゃれなのないな。よし、じゃあ次はね、過去の村行きますか。ここからだね。冷たそうな場所、どこでもだよ。3つの丸、そんなのあったっけ。たくさん吊るしてあるもの、大事なものを預ける場所、大きな橋、看板、水を汲む場所。最も寒い場所はやっぱ水の中、大事なものを預かってくれる場所。大きな橋はここだろうね。一つずつ行くしかないよね。
預かってくれる場所。音楽がなくなった。今何時だ。3時20。なんかいる、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 なんかいる。なーてー、え、行っちゃった。何あれ、深夜に変な神輿が。謎が増えた。音楽が消えて変な神輿が走っていく。3時25分でした。なんだ今の。悪い弱いねえが。メンバー、メンバー、あれ、メンバー変更どこ行った。並び替え、レベル順、よし。よし、生ハゲいくか。悪い子はいねえか。悪い子はいねえか。いい子か、勝負してやろう。バトルスタート。もうそろそろ勝てるか。倒せるな、うん、もう倒せるな。金のタクライだな。俺の神、神エイム。ま、勝てはする。本格狙った方がいいのかな。問題は勝ってもコンゲットができないというのがないんだよ。邪魔だな地蔵。ストベ。倒せばいいよ。ケズマ倒せるじゃない。死ぬ死ぬ死ぬ。行くぞ。婚活しなきゃダメなのか、倒したらどうなるのか。経験値2700、しかも3倍。これは美味しい。まずい漢方。そしてよし、友達になってやろう。ではないないね。じゃあやっぱり婚活状態に持ってかなきゃいけないっぽいね。寒そう、川が寒そうだけど、おっ、それっぽいね。ミッチーゲット。大事なものを預かってくれるって銀行か。あ、ほら、これじゃない。ミッチ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 、銀行警備監視ミッチ。逆じゃない、ミッチは監視される方じゃない。
ほら、ラッキー一発で見つかった。私の愛の結晶です。井の外の道、井の中の河津じゃない、井の外の道である。看板ってあのね、太陽テレビのとこすっげえ怪しいけど、あっ4周目ぐらいでやっと見つかった。私の愛の結晶です。出会い頭、地味になる。ど真ん中、なんか調べれる、何かある。それじゃあ、そういうことか、これあれだ。トレジャー写真、これだ。黄色い T シャツを着たカエル、これか。全然違うじゃねえか、リアルカエル探してたわ。そりゃ分からんわ。あったあった、これ看板。ちょっと待って、あと何が残ってる。3つの丸か、これか、3つの丸か。わかんない、3つの丸じゃないかも、2個しかない。私の愛の結晶です。注目、あ、これ看板の方だ。吊るしてあると3つの丸だね、やっぱり。で、終わりだな。で、次は辰巳川端か。まあ、もう無理かな。辰巳川端、南に行きますか。吊るしてある、ここだと思ったんだけど、違かったっぽいしね。いらっしゃい。何か買ってくかい。何にすんの。何にすんの。武器売ってるけど。売ってんだ。まだ何かあんの。まだ何かあんの。またな。ミッチーマークを見ませんでした。ないね。よし、まあ十分探した。辰巳川端の南に行こう。ヘロー。未来南さくら第二中学校。